これはね、誰が真似してもいい正しい使い方です。1個でやります。展開します。よし、で乗せると、ソーセージ、これね、肉の太鼓って読むんですかね。業務スーパーで350から400円ぐらいで買ったやつなんですけどね。うん、まあいろいろとね、こう食品添加物入ってますね。たまーのことなんでいいんですよ。毎日やったらね、それはね、なんかあるんでしょうけどね。別にね、ジュワーっと落としなくたっていいんですよ。ちょっとね、こういい感じに炙るだけなんでね。山のご飯って言ったらこういう感じがまあ普通ですよね。餃子焼くって方がまあイリーガルっていうかね、そんな感じですよね。ソーセージいい感じにね仕上がるまでちょっと時間があるんでね、このチーズいきましょう。まあこれもね、別に全部食わなくてもいいんですよね。2つ包装が入ってるんですよ。こういう風に2個包装になってますからね。チーズもね、用冷蔵の食品でね、10度以下で保存せえってねありますけど、もう今日は気温がそれくらいなんで本当にいいですよ。今日のチーズはね、この前お台場で食ったのと違ってね、普通のまあノーマルタイプのやつなんですよね。まあ、これはこれでうまいんですよ。こうやってね、こう手で取れるっていうのは便利ですね。じゃあチーズでいただきましょう。カマンベールタイプもいいんですがね、このノーマルタイプの方がちょっとやっぱり味が濃いっていうか、うん、ちょっと酸味があるって感じかな。うん、まあ私としてはカマンベールもの方が好きなんですけどね、たまにはこっちもいいですよ。うん、まあ、ビールって何でも合いますね。こういうねソーセージってね、茹でればね一発なんですけどね、山でねこう水をねふんだんに使うっていうのはちょっとね、なかなか難しいもんがありますね。山でな限らず屋外はね。まあでも1個くらいこれ食っちゃうかね。これもともとそうね、こう温めないでも食えますからね。まあちょっと行ってみましょう。いただきます。少し温めるだけでもねパリッとしてていいですよ。うん、うん、私としてはね、もうちょっと味が濃いのがいいなって感じでしたけどね。いやもっとね、日本ハムとかプリマハムとかそういうのだったら違うんかもしれませんけどね。うん、やっぱりケチんなきゃよかったかな。でもまあいいんですよ、こういうとこで食えるってこと自体がすごいんですからね。でチーズ、まあこれはこれで合うな。まあ、どっちかっていうとね、ドライソーセージサラミの方がねやっぱり合いますけどね。まあ、そうサラミの方がね、まあ、それは味濃いですからね。やっぱりチーズもね、味がやっぱり濃い食事ですからね、濃い濃い同士で合うんでしょうけどね。でも体には悪いですよね。だから本当そういったね濃い食事するっていうのはね、こういう体使うことをする人間の、ね、特権ですよ。でビールですからね。あれ終わっちゃったな。うん、まだあるんですよ。私がねこういうとこに持ってくるって言ったらビール以外にはこれ、これですよ。ワイン楽園の赤。いやーね、いつも楽園の赤ですけどね、白も悪くないんですよ。でも最近売ってないんですよね。前までねファミリーマートには置いてあったんですけどね、最近ないんですよ。これだって100円ローソンでなんとか買ってきたってやつでね。いや実店舗にないとね、通販で買わなきゃいけないですからね。まあ、通販なら売ってるんですけど送料がかかるんですよね。これ送料がなきゃね、350円ぐらいで100円ローソンで売ってるんでね。いや本当白も扱ってほしいですね。じゃあこれはね、いつものごとくね、この攪拌してデキャンターしてやってみましょう。こうやってね、本当に空気と触れさせる攪拌式のデキャンターって本当にこれは略式ですからね。本当は専用のボトルに入れてねやんなきゃいけないんですけどね。でもこれで本当にね味がね丸くなるんですから、不思議なもんですよ。では楽園ワイン乾杯。うん、いいな、うん、これ本当にうまいんですよね。これで350円程度っていうのは信じられないですよね。500ミリって少ないっていうのもありますけどね、私にとっちゃまあ 2,3 千円のワインほどの価値はありますね。やっぱりこう無名であるがゆえに安く手に入るってありがたいですね。
ワインってどっちかっていうとね、銘柄よりは本当その人の好みみたいなとこありますからね。いただきます。いや、どんどんね温まってくると屋台で食うフランクフルトみたいでいいですよ。こうやって外で食うね、いい味ですよ。はい、いや合いますね。このね、口にこの残ったね、このソーセージっていうか肉の臭みをきれいに、ね、このワインのね、この渋みがね流してくれますね。うん、まあ当然ねチーズ合いますよ。いやー、チーズにワイン定番ですね。餃子とソーセージとチーズ、本当油ばっかりなんでね、このサラダ整腸作用ありますから、キャベツこれあとに胃がついもすっきりするんですよ。あと4分か。火はまだあるね。もう少し足しましょう。 1,2,3,4,5,6,7 7本足しました。でね、まだこちらには残ってるんですよ。4本くらい残ってるかな。でもね、この寒さならね、持って帰っても全然持ちますからね。もう固形燃料はね、ほんと最初がね、ほんと火が強くてどんどん弱くなりますからね。いや、いくらね飲んでるって言っても、さすがにもう12月30日寒いですね。もうこれ最後の1本ですね。ちょっと半分ずついきましょう。うん、まあチーズもこれだけか。残り少なくなるとね、途端にね美味しくなってきますね。でさっきかじったね残りの半分、これでねもう終わりです。いただきます。とりあえず最後の1枚。いや、もう満足ですよ。もう十分、もう食べたいだけ食べちゃったって感じですね。たっぷり残ってますがね、全部飲むこともないでしょう。これからまだ歩かなきゃいけませんからね。いや、 S ビット消して撤収することにいたしましょう。固形燃料ずいぶん残ってますね。でもね、消さなきゃ帰れないですからね。でこれからやる吹き消しは本当メーカーがやるなってことで自己責任でやってますからね。誰か真似してどうなったとしてもそれは自己責任です。では消します。はい、消えました。忘れ物はないですね。うん、大丈夫だな。いや、ここで忘れたらね、ここまで取りに来るの大変ですからね。で時間の方は14時19分。まあいい頃合いですね。ではこれからね、八王子城跡を回って帰ることにいたしましょう。出発。